ちょっとだけ配信をしようと思ってやりました。一日お疲れ様でした。今日はですね、お稽古で。です。なんとか日々を生きています。みんなも一日お疲れ様よ。何がショックって、何がなえるって、明日から雨ってこと。あ、そうそう、喉ね、なんか多分声の出し方のコツを覚えたのか、復活した。初日の時だけめっちゃガラガラになっちゃってんけど、なんとか生き返りました。あら、大雨よ、だって。え、やだ。やだね、雨。明日の髪型はもうくくることにしました。一生懸命ストレートを当てても巻いても絶対に髪の毛終わる。今すぐにでも寝れちゃうけど、一回髪を取ろうと思って寝ちゃうとほんまに起きられへん体質で。そう、稽古とレッスンの入れ替わりで頭の切り替えがついていけへん。これを今日この復習しなあかん、でも次の日のこの予習もしなあかんっていうのでね、頭が「ああ」ってなる。なかなかだね。想像はしてたとはいえど。全然だよ。応援することしかできなくてごめんねってこっちだ。いやいや。その応援があるからこそ頑張れるんだ。みんなが頑張れって声かけてくれるのがすごい救い。やばくない？もうさ、来週初日って今回多分異例なのかな、分からんけど、稽古の期間が短くて焦っております。なかなか。今日栄養ドリンク買おうと思って買ってくるの忘れた。ない明日だな。明日ビタミンのやつ飲もう。疲労回復っていうやつがめっちゃ効くらしくて、確かに効く感じある。お稽古中に飲もうかな。ありがとう、みんなも頑張るんだよ明日から。エナジードリンクはね、ちょっとさすがにまだ体のことを考えて飲まへんようにはしてるけど、飲んだらめちゃくちゃ元気になるから、新公演の日に飲もうかな、初日。
とかそのリハ期間。頑張るよ。頑張るってことしか言えへんしね。でも今日の朝はね、ほんまに起きるのが辛すぎて、うーんってなってたら遅刻しそうになって、準備とかね。エナジードリンクは一時的に元気になるけど、その後の疲労が2倍になるなんて。どうやろう。まあでもその瞬間はほんまに元気になるよね。どうだろう、ほんまにちか飲まんからな。何でも栄養ドリンクの方。全部が終わったらみんなにいっぱい褒めてもらうから。6月の現地でトーク会もあるし、あ、愛や君に愛は僕にのアルバム特典のワンショットロングトーク会の受付は今日までなので。今日までなので、ぜひぜひお待ちしています。今日までだよ。みんなに感想教えてもらおう。どうだったって。少ないとか言わんといて。1枚でも1回でも会いに来ようって、会いに行きたい、よし会おうって決めてくれるその気持ちが嬉しいから。待ってるばい。まだ未だに1枚でロングワンショットロングトーク会が何分なのかは分かっていませんが。ねえ、大阪でも行きたい。行くから待っててね。今日は配信終わったらお風呂入って復習して、で、新公演のこともやって、頑張って。0時までには寝るからね。0時までに寝るから。もう変な、なんか、動画とか見えひん。あ、変な動画って言ったらちょっと誤解や。YouTube とかさ、インスタのなんかリールとかさ、TikTok とか見ない。ません。もうすぐ寝る。あら、本日は誕生日迎えました。おめでとう。みんなちゃんと755に寝る瞬間お休みって言うからね。変な動画言い方悪かった。なんか例えば YouTube ね、 YouTuber さんの YouTube とかの意味ね。いや、湯船に浸からん。湯船には浸からんの。この二重幅のこの、これが目の疲れを。ごめんなさい、変な動画とか言わない。湯船ってさ、自分のお風呂の湯船で寝たくない？好きだ。はい、痛い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 。昨日のその筋肉痛の、昨日のレッスンの筋肉痛が効いてる。ちょっと銭湯でも行こうかな。いや、もう行く時間ない。行くなら寝たい、行くなら練習したいが勝つ。自分がさ、新公演のレッスン入れてない
まあ、日数で振り入れとかもさ進んでる日程があるねんけど、その時に自分のポジションにダンスの先生がね入ってくれてて、もうすごい先生が一生懸命踊ってくれてて、もう先生もしかも死ぬ気で覚えますって言って、自分が参加できる分ね個人練習も大事になってくるし、そしたら先生が私も死ぬ気で覚えますって言ってくれて、もうなんか頑張れる。昨日も参加できなかった振り入れをしてもらってんけど、もう的確にさ先生が、あんな先生が言ってたことを伝えてくださって、わかりやすいし、自分もなんかねそうやって人にちゃんと教えれるように細かく細かく振りを入れていって、そんな先生のねレッスンを受けられない日程もあるから、一日でもね多く受けれたいねんけど、しやっぱりなんか一緒の温度感になりたいやんか、一緒にみんなとね、自分が参加できないところでいろいろ先生が言ってることを聞けへんっていうのも辛いし、チカが言ってない中でもどんどんみんなが絶対に成長していってるであろうだあろうと思ってるから、それについていけないのがなかなかきつい。そう去年のゼップの時もそう、なんでこんなに被るの、もう予定が、こればっかしはしょうがないけど、そうよ、だって舞台終わってももう次の日にね進行のレッスン入れてもらって、ほんまは舞台終わったあともするっていう話があってんけど、さすがにそれはね自分が個人的に気持ちを切り替えるのは舞台期間は舞台に集中したいと思って、頑張るしかないんだな。でもフリーレに参加できない、こう遅れていった時とかにメンバーが教えてくれたりするのもすごいなんか嬉しいし、くれたりする後輩の優しさもしみるし、もう新公演の次の日は、てか新公演が終わった当日夜はもう爆睡するって決めてるアイスよりも美味しいご飯食べるよりもお風呂使って自分のベッドで爆睡するって決めてるからね。ハイになってんのかな、それか。まあでも本格的に一段落できるのは6月の舞台が終わってからやとは思うねんけど、まあそっからの予定はまだ分からんけど、でもなんかメンバーもそうやねんけど、ちかさん舞台頑張ってくださいって言ってくれたりとかさ、みんなも頑張れって言ってくれたり、あと舞台の人たちの雰囲気もめちゃくちゃ良くて、で舞台の人たちでもスタッフさんキャストさん作り上げるみんなも、チカがこのあの新公演かぶってて大変っていうのを知ってくださってて、覚えることいっぱいだよねって、頑張れ頑張れって言ってくれるのもなんか頑張れるよね。絶対にどっちも成功させるぞって思うし、
そうよね、確かに時期が時期やったから、新公演出れるん初日ってみんなに心配されてたから、出れるよってかもし、絶対何があっても出るよね。よし、15分になった。本当はもっと長い時間配信したかったけど、僕はもう寝てしまう。お風呂に入って目覚まして復習して練習して0時までに寝る。みんなありがとう、見に来てくれて。弾丸だったので多分気づいてない人もおったかもいけど、ありがとう。みんなもゆっくり休んでね。そしてロングワンショットロングトンク会の受付が今日までなので待ってるね。お疲れ様でした。おやすみ。おやすみ。みんなもしっかり休むんだよ。